さて、それじゃ始めますか。さっきも言った通り、ルールは前と同じ。この俺から鈴を奪い取ればいい。もちろんどんな手を使ってもいい。そうじゃないと俺から鈴を取ることなんてできやしないからな。前はその鈴取れなかったけど、今度は奪い取ってやるってばよ。どうやら今回は俺も少し本気を出さなきゃいけないみたいだな。よし、それじゃスタートだ。行くわよ、ナルト。おう。鈴は絶対いただくってばよ。見てろよ、カカシ先生。いやー、しかしお前らも強くなったね。まさか本当に鈴を取られちゃうとはね。俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ、偉そうに。ま、とにかく二人とも試験は合格だ。今後は俺と一緒に任務をこなしていくことになる。あっ、これからの任務に関しては後々説明してやる。とりあえず今日はこれで解散だ。体休めとけよ。そんじゃあ俺ってば、一楽のラーメンでも食べに行こうかな。あ、そうだ、さくらちゃんも一緒に。いや、やめとこう。デートとか誘ったらぶん殴られそうだし。何？いや、なんでもねえってばよ。ん？さあ